はい、こんばんはです。今日はですね、ちょっと居住練習をまたやろうかなと思ってるんですけど、居住練習終わった後ね、ちょっとそのまま一周回ってみようかなと思っております。ということで、まずはね、30秒10回のね、居住練習やっていきたいと思います。よかったらね、皆さんご一緒にやってみましょう。で、居住練習はね、APS-3 の場合、セーフティ解除して、これだけをね、そして、ほんのちょっとね、空気入れですよね。で、パンと、弾けるようになるんですけど、そのね、なんだろうね、視野が落ちるね、瞬間までトリガー持ってっといて、そこでずっとじっとしてるんですね。もちろん的を狙ってください。で、ターゲットがね、こういうのある方はあれですけど、ない方はね、もう丸回転だけでいいっすよね。もうこのぐらい、20ミリぐらい、5メートル。で、なんだったらこれ、なくてもいいんで、そんなに距離も、適当でもいいんですよね。ずっと上げて、サイトを狙い続けることが大事だと思うんで、アライメントをね、しっかりとってね。アライメントっていうのは、フロントサイトとリアサイトの位置関係、これをですね、ずっとじっと同じ距離ところで、保つという練習方法です。行ってみましょうか。では皆さんご一緒にぜひ、行っちゃいましょう。はい、では1回目いきます。ちゃんとスタンス取ってくださいね。はい、スタンバイ、レディーゴー。よいしょ。で、私は終わったらトリガーを落とします。はい、で、30秒やったら30秒休むと。これを10回繰り返すんですね。で、居住練習、これ30秒ずっとじっとしておくんですけど、30秒じっとね、全然入れないで、止めとける方は、それは多分人間じゃないかもしれないですけど、何が言いたいかっていうと、最初の15秒ぐらいがね、なんとか止まるようにするためのこの30秒間の、練習になります。じゃあ2回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディーゴー。はい、2回目終了と。セーフティーかけて重効果は、さっきね、俺多分セーフティーかけ忘れてますね。こんだけやっててもね、ほんとそういうこと起こしちゃうんでね、セーフティーかけて重効果罰はね、もうシートベルト、車のシートベルトのようにね、普段から、なんでしょう、習慣づけてやっていただきたいなと思いますね。はい、どんどんいきますよ。じゃ3回目ですね、今度ね。はい、では3回目いきます。はい、スタンバイ、レディーゴー。くしゃみが。はい、3回目終了。よいしょ。よっ、次4回目ですね。これ書いていかないとね、分かんなくなっちゃうんですよ、何回やったかね。
今日ここはね、20度、湿度 66%、ちょっと高めなのかな。いやー、しかし本当、冬になりましたね。はい、と言ってる間に、1、2、3、今度4回目ですね。はい、じゃあ行きます。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、4回目終了ですね。ということでね、この練習、まあ、まあ、終わり、まだ終わりじゃないですけど、家でね、なんか球打てないっていうご家庭、そういう環境の方も多いと思うんでね、これだったら、どこでも練習できますからね。今週ね、岡山に行くんですけど、日曜日。一泊してくるんですけど、僕も温泉旅館に持ってってね、居住練習しようかなと思ってるんですよね。はい、では5回目いきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。はい、5回目終了しましたね。セーフティー開けて中高カバーと。いや、半分いきましたね。次から6回目。まだタイム大丈夫なようで。まあ、あとね、次にすっか。時間が30秒ってほんとないんですよね。じゃあ6回目準備しよう。次も間に合うかな。6回目行きましょう。頑張りましょうね。はい、では6回目行きます。スタンバイ、レディー、ゴー。はい、6回目終了しました。よいしょ。さっき言いかけたのがね、もう一個ね、球出さないでやる大事な練習、白標打ちっていうのがあるんですけど、白標打ちっていうのはね、白い紙を打つのね。で、要は完全に白い、なんで白いとこ打つかっていうと、サイトが見やすいからなんですね。白いところにサイト見て、サイト見ながら、要するに、サイト動かさないでトリガーを引く練習ね。これはね、本当は僕はこれやった方がいいんだよね、むしろね。この居住練習と合わせて、そこら辺やっていただけたら、もう、言うことなしですよ。さあ、7回目いってみましょうか。スタンバイ、レディー、ゴー。よいしょ。はい、7回目終了ということですが、そっか、止めないといけないんだな。はい、7回目終了して、今休み時間ですね。休み時間、休憩時間といった方がいいのかな。さあ、居住練習あと3回ですね。続いて8回目になります。よいしょ。
った。はい、では8回目いきましょう。スタンバイ、レディーゴー。いやーちょっと暴れたな、8回目。すげえなんだこれ、もう疲れてるのか、一周回れるのかな、この後。まあそれも楽しみ。なるんだか。おい、あと2回ですね。今週ね、で岡山行くんですけど、土曜日ね、日曜日は試合なんですよ、サッカーのね。サッカーのって僕が出るわけじゃないんですけど。で、土曜日ちょっと大阪のハイダーツさんね、寄ってこようかと思ってて、なるべく開店と同時ぐらいで行きたいんですよね。ぜひね、大阪の方、なんでしょう、こんなやつでも会いたい人いるのかな。いるんでね、よかったら遊びに来てくださいね。では9回目行ってみましょう。はい、スタンバイ、レディーゴー。はい、9回目終了。さあ、次はいよいよラストですね。一緒に、居住練習やってる方どうでしょうか。やってると結構面白いでしょ、これ。もう7回目ぐらいになるとね、ああ、もう今日もこれ終わっちゃうのか、みたいな、寂しさすら感じるという、居住練習ですけどね。非常にこれ、多分効果的だと思うんでね、ぜひ、続けてみてくださいね。30秒10回ぐらいできたらね、ほんと毎日やるといいんですけどね。はい、では10回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディーゴー。暴れてんな。はい、ということで終わりましたね、居住練習。さあ、今日はですね、なんとびっくり、このままちょっと一周回ってみようと思うんですね。あれ、あのタイマーがいいな。ということで、ブルザイこのまま打っちゃいます。たまるね。よし、居住練習、一緒に練習した方ね、この後も一周回ってやろうじゃないかという人はぜひね、また一周回っちゃってください。サイキング練習一応しとこうかな。サイキング練習はトリガー2秒かけずにセーフティーかけたままで一度だけということになっております。はい、では早速行きましょうか。スタンバイ姿勢でお待ちくださいっていうので、ホッキングしてもいいんですよね。これは自由になってます。じゃあ行きましょう。はい。ブルーザイ対ターゲット、スタンバイ、レディー、ゴー。さあ。飛ばしたんじゃないかな今。
ヘリばっか売ってる気がする。うん、さあとりあえず残り30秒、私5発終わったんでちょっと見てきます。そうだね、ちょっと全体的に下だな。はい、終わりました。じゃあ続いて第2ターゲットの準備入ってくださいね。ね、私第1ターゲット48点でした。これね、点数はね、見たい人は見る、見たくない人は見ないということになってますからね。本ちゃんのはジャッジの人が持ってきてくれるんですけどね、意思表示をしてくださいね。はい、ではスタンバイ姿勢でお待ちくださいということで、ブルザイ第2ターゲットですね、いきましょう。スタンバイ、レディーゴー。ちょっとどうかな。ああ、ひどい。ひどいよ、今。悔やまれる。はい、終わりました。おお、あ、そう、時間ですよ。はい、終わりましたね。まあまあですね。もうちょっと悪いと思ったんだけど、96点、ね、これちょっとね、小さい的で、小さくなる的で僕は練習してるんですよね。ちょっとあえてってとこなんですけどね、96の 2X ですね。おお、一昨日より全然いいや。では今度プレーていきましょうか。一昨日じゃない、昨日か。はい、ではプレーといってみましょうか。じゃあ最初のターゲットに対してね、一度だけサイティングで、あ、そうか、銃口カバー外してくださいね。で、セーフティーかけたまま、トリガーに呼びかけずに、最初に、狙うターゲットに対して一度だけサイティング練習ということになっております。ですので、最初に狙う的なんで、一番下の列の右か左ってことになりますね。プレイバイ T& カード。スタンバイ姿勢でお待ちくださいね。はい、じゃあ行きます。はい、オッケー。プレート競技を開始します。プレートスタンバイ、レディー。プレートスタンバイ、レディー。
下段クリーンですね。いやー今のラッキー、ちょっと今斉藤全然見知らなかった。いやー危なっかしいけど、なんとかしようぜ。打ち方的にはね、そんな良くないんだけど。こういうとこなんだよね。意識しちゃったわ、思いっきり。意識しても当てられるようになんないとね。まあでも、14枚、56点ね。我ながら上出来でございます。さあ、最後、シルエット。はい、では最後、シルエットですね。ここまでね、96の56ということで、152点。素晴らしいですね。YMCA だよ、本当に。さあ、というふうに、くだらないジョークを交えつつ、シルエットいってみましょうか。これも2分間で5発ですね。で、サイティング練習も、これもですね、一度だけ最初に狙うターゲットにだけできます。で、トリガーには指を入れずに、セーフティーかけたまま、サイティング練習となりますね。本当でもね、トリガー指かけたいですよね、練習的にね。まあでも、サイトチェックなんでね、あくまでもね、これね。よいしょ。はい、じゃあ行きましょうか。スタンバイ姿勢でお待ちくださいで、コッキング、セーフティー解除してコッキングしても OK です。というか、基本的にはみんなそこはセーフティー解除してコッキングするんですよね。ですので、私はしないんで逆に、ジャッジの方に、コッキング後でしますと言います。なぜしないかというと、本大会の時にね、7人並んで打つんですよ。そうするとね、いろんなことがたまにあったりするんでね、なかなか始まんない時なんですよね、競技ね。その時にコッキングしたままの銃をね、ずっと持ってるのはちょっと気持ち悪いんでね、それでいつも試合開始から始まったから、コッキングするようにします。ということで、では2分間5発いってみましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。8m 超えましたね。
推定9メートル。おお、ラッキー。ちょっといい打ち方じゃなかったかな、今。いやー、当たってるな。あー、危ねえなー、まだ見えてるわ。さあ、最後の一発。嘘でしょ。はい、私は終わったんでセーフティーかけて情報化をします。まあとりあえず18点取れたんでね、よしとしましょうかね。うん、さあどうですか皆さん、シルエット今なんか練習する環境お持ちの方少ないと思いますけど、うん、なんとか頑張ってやってくださいね。はい、ではプローンに行きましょう。はい、ではプローン行きましょうか。これだと的が入んないな。こうか、こんな感じ。はい、ではセーフティー。じゃあね、まず15カバー外しましょうね。でプローンはね、あのブルザイの第1第2の間と違ってサイティング練習できます。プローンのサイティング練習は結構大事。うわ、今日もあれだな、しょぼしょぼだな目が。まあこんなもんで妥協するしかないか。じゃあ行きましょうか。スタンバイ姿勢でお待ちください。はい、で重厚ね、つけちゃってください。もうね、コンプレストね、これ意外とね、ジャッジから見るとね、上から見てるんで重厚下に向けるんですけど、例えば今これ結構下向けてるんですよ。こんぐらいでもね、全然わかんないのね、意外とね、上から見てもね、上から見ると。ですので、もう思いっきりくっつけちゃってくださいね。はい、じゃあ行きます。スタンバイ。レディー、ゴー。よいしょ。よいしょと。はい。じゃあまず8メートルから狙っていきます。あー、惜しい。ちょっと時間かけすぎですかも。もう一度9メートル。うわー、左打っちゃってんな。やべえ。さあ最後の一発、これね、多分10メートル当てると185だから、本当は7メートルとかだと180いくはずなんだけど、よし、あー当たりました。ちょっと倒れてたこれ、釣ってたの。はい、
ということで、今日はギリギリでしたが、よいしょ、18-15-33、はい、185-2x。昨日はこれだったんですよね。点差がありましたね。まあ、ここがね、良かったですね。プレート、やっぱプレート56点取ると、点数良くなりますね。はい、ということで、本日はちょっと居住練習からの一周回ってみました。皆さんよかったらね、一緒にね、この動画見ながら練習でもしてみてください。それでは、ここら辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。